スカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。こんにちは、クイズノックの伊沢拓司です。この動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部と連動したクイズ動画となっております。ラジオを聴きの皆様もこの動画で初めて番組に触れる方も一緒に楽しんでください。最初のコーナーは伊沢拓司の何でもランキング。ありがとうございます。このコーナーではですね、世の中のあらゆるランキングを動画を見ている皆さんと一緒に私伊沢が解いていく、学んでいくというコーナーでございます。それでは今回のランキング何なんでしょうか。スポーツ団体競技者数ランキング。はあ、なるほど。サッカー、軟式野球、ほにゃほにゃ、バスケットボール、陸上競技。やっぱ団体競技多いなと思ったら陸上5位なんですね。意外。団体に登録してる人数ですから、ある程度チームスポーツだとまとまった人数が登録されるわけですよ。ってなった時に陸上が入ってくるのがちょっと意外だったな。やっぱ多いんですね。割と道具がいらないみたいなのは、まあ、トラックだと特にあるのかなというのはありますけど、始めやすい環境が整ってるっていうのはサッカー野球が上に来るポイントなんじゃないかなと思うんですよね。地域のねチームがあったりとかして。僕初めてテレビ出たのはサッカー番組でしたからね。サッカー教室に通ってた小2の時に日韓ワールドカップがあったので、そこでインタビューを受けて、ワールドカップ出たいですかって聞かれた時に、出たいです、出ますって答えて、やっぱ当時から受け答えがうまかったんでしょうね。使い城が分かってたんだろうね。使われるインタビューが唯一できた生徒として、その僕のインタビューの映像の後にヘリからの横浜のニサスタジアムの映像を引きで撮って番組が終わる。週 NHK で出るっていうね。あの日韓ワールドカップの NHK の特番を締めた男だったんですよ、僕が。まさかね、ワールドカップに出ずにクイズ王になってるとは、その頃は想像もしてませんでしたけど。候補はラグビーとバレー。バレーはやっぱ男女両方あるし、テニスとかもこうだけど、テニスやっぱねダブルスまでだと思うので、いくら人数が多いとはいえ、陸上競技って種目めっちゃあってこれだから、テニスはここまでいかないんじゃないかな。どんな高校、中学、小学校でもある程度やれるのはバレーボールなんじゃない。ヒントがある。 18?18?バレーはだって1チーム6人だからね、コートにいるのが。1チーム9人ってこと。野球じゃん。あ、ソフトボール？ソフトボールこんなにいる？もう多いけどね、部活として。ちょっとバレーだと思ってたけど、バレーと18の結びつきが分かんなすぎて、となるとやっぱソフトボールかな。この修正力が大事だからね、クイズはね。ヒント、スコットランドが発祥とされてる。ん？マジ？え、あ、え、あ、スコットランドが発祥。クリケット？クリケットがこんなにいるはずがない。あ、でも、え、あ、そっか、ラグビーもあるな。ラグビーはだってね、サッカーやってた試合中にこうエリス君っていう少年がラグビー校って学校での試合でこうボール持って走り出したというとんでもエピソードから生まれてますからね。ラグビーな気して、いや、さすがにラグビーな気してきたな。でもあれか、ラグビー校ってスコットランドなのかな。イングランドな気もしてきたけど。18? やばい、3択になってる。バレー、ラグビー、ソフトボールでなくて、スコットランド発祥っぽいのはやっぱりラグビーとソフトボールで、18と関係あるのはソフトボールだけなんだ。これにかけるか。やっぱヒントは大事だね。2点3点しましたが、僕の回答はこちら、ソフトボール。人数多いんじゃない？確かに。でも3位かな。あ、ゴルフ。なるほど。はあ、なるほど。個人競技じゃん、全然。的外れなことを長く喋ってたな。一番恥ずかしいやつだね。なるほど。ゴルフは確かにスコットランドだ。イギリスはやっぱね、海辺でね、ゴルフやりますから。スコットランドの風が強いようなところでもやってたんでしょうね。18って18ホールのことか。まったく考えなかったな。なるほど。ゴルフこんなに多いんですね。あれか、ちょっと部活みたいなので考えちゃったのが迂闊だったな。部活だけにね。というところで、以上、私の何でもランキングでした。続いてはスカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部、ラジオ本編の中から歴史にヒントありのコーナーをノーカットでお届けします。素敵なプレゼントが当たるクイズもありますので、ぜひ最後まで見てください。どうぞ。歴史にヒントありモデルで動画クリエイターのネオです。クイズノックのナイスガイのスガイです。同じくクイズノックのフクラピーです。
このコーナーではテーマにまつわる歴史を学び、その歴史から今を生きるヒントを見つけます、うん、紹介する情報は番組スタッフ調べです、はい。なんとですね、はい、KDDI が開催している思い出携帯再起動というイベントがあるみたいなんですけれども、電源のつかなくなった思い出の携帯電話を再起動して、うん、当時の思い出を一緒によみがえらせるというものみたいです。いいね、はい、いいね。いや、うちさんはずっと、うん、歴代の携帯電話は捨て方が分かんなくて置いてある。お、持ってたらいいのに。電気屋に、電気屋に持ってくのが正解なのあれ、うん、まあ携帯屋とか電気屋とかに、うん、だから今でも充電すれば再起動できる。そのなんか専用機があるみたいなんですけど、はい、それを使って携帯電話の充電再起動をして、うん、懐かしい写真を印刷して専用フレームとともにプレゼントしているみたいなんですけど。あ、なるほどね、印刷してくれるんだ、うんうん、すごい、うん、気になる方はぜひ毎年行われてるみたいなので行ってみてください。めっちゃいいね、お二人なんかこう昔の携帯電話に眠ってる写真で印刷したいものとかありますか？印刷ですよ、フォトフレームに。なんかないです。いや、なんかその僕が、スマホとか、うん、携帯とかを使いこなし始めた、うん、だから写真とかをたくさん撮ろうかなと思って撮り始めた頃にはもうなんか、うん、気づけばクラウド、うん、あ、もう溜まってるのでは、うんうん、確かに面白そう。結構可愛いフレームに入れてくれてるみたいなので、なんか別に取り出せないとかじゃないけど、うん、今持ってる写真をなんかうまいこと見つけてきて、うん、印刷したいときに何かやってくれないのか。クラウドにあるんですけど。できるです。かわいいフレーム。自分でやりなさいよ。かわいいフレームだけ。欲しいからね、うん、そうそうそう。確かに。ヨちゃんはあるの、そういう。私はどうだろう。でもダンスやったりとかしてたので、うん、その時の写真とかやっぱり自分の。あの携帯電話で撮ったりとかしてたから、うん、それちょっと印刷したいというよりか見たいかもしれないですね。結構もう失われたものがある。まあだって10歳から使ってんだもんね。ですね、そりゃね。なんかよく空の写真とか撮ってたんです。なんかよくわかんないけど。それとかちょっと今見たらいいのがあるかもしれないから、あるかもしれない、うん、やっぱ子供ながらに将来はきっとスカイさんとラジオやるだろうなって。なるほど。そっからか。そうなんだ、もうそっから来てたんですね。やっぱそうだと思うよ。それ見ないとなんかやっぱりなんかね、ね、そう、写真の気持ちを思い出したんです。友達の携帯電話ならあるかもね。ほんでまた高校時代、俺は持ってなかったけど友達の携帯電話で、確かにそれ面白いかも、うん、それ気になる方はぜひ調べてみてください、はい、うん、じゃあ早速ポケベル PHS 携帯電話の歴史をお願いします。はい、まずはポケベルの歴史からです。はい、1968年、当時の電電公社が東京23区でポケベルのサービスをスタートさせます。当初のポケベルは一般の電話からポケベルへ一方向に呼び出し信号を送るだけで、うん、受信者はそれを見て近くの公衆電話から送信者へ電話かけるという利用方法でした、うんうんうん、さっきね、福良さんも言ってたけど、うん、とにかくこれ見たら、これ聞いたら電話かけろと。だからもうあの数字も送れてない時代の話だね、これは、うん、なるほどなるほど。さっきの電話番号を送るとかでもない時代、うん、数字も送れなくてただ鳴るだけ、鳴るだけ、うん、電話の着信ベル機能、着信機能だけ、着信機能だけ持ち歩いてる。フードコートでさ、ご飯のやつだ、うん、あれを持ってるってこと。なるほどなるほど。なったらもうなんかこれが鳴ったらもう会社、うん、これが鳴ったら自宅みたいな、うん、ってことだよね、はい、そうだね、はいはいはい、1個につき1台ってことだもんね。これ68年からあんのね。うん、結構古いね。すごいよ、電話自体がそんなあるんかいと思って、うん、ね、うん、そして1985年の通信自由化により新規参入企業が増えて、うん、東京だけでなく各地で利用されるようになっていたそうです、はい、そしてポケベルへのデータ送信機能も追加される。ここでやっとね、ここでね、うん、来るんだ数字が、うん、なるほど。428渋谷、うんうん、ここで生まれるんだ。20年かかったんだね。俺はずっとフードコートでやってたんだ。ピピ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 、もしもしどこ行けばいいの、渋谷渋谷っていうのが、うん、428って来るんだよ。革命だよこんな。そら便利だね、革命だった。さあ、そして一般電話から10文字程度の数字列を送ってポケベルに表示できる機能がその時追加された。だから10文字ぐらいで数字でなんかいい感じに、なるほど、428-51渋谷来い、
濃いいる？そしたら428194渋谷行くよ。なんだそのやり取り。いらないやり取り。これちなみにさっきね、このちょっと合間にスタッフさんから聞いたんですけど、後期のポケベルはひらがなも遅れたらしいですね。おお、すごい超ハイテクポケベル。メールできるっていう。うわ嬉しい。こんな興奮しただろうね。当時はね、もううおーってなるだろうね。今はさ、漢字使えてもさ、うん、スタンプ送れないのぐらいな感じ。今のね、感覚で言うと。確かに。それだけ進化したってことですね。はい、進化した、うん、はい、進化したポケベルなんですけど、うん、そのおかげでベルトモブームが生まれて、うん、ポケベルの加入者はどんどん増えていって、ベルトモだしか、そう、メルトモみたいなこと。ああ確かに、うん、メルトモの方がまだないんだけど。ベルトモブーム生まれまして、ポケベルの加入者どんどん増えていき、うん、1996年には加入者はピークの1078万人になりましたね。すごい。そらすごいよ、うん、みんな持ってるじゃん。そっか。10人に1人はポケベル持ってんの。すごいね。やばいよね、うん、すごいんですよ。すごいんですよ。いや、なんかその1人が3台スマホ持ってる時代に生まれてるからすごいか。思っちゃったけど、いやでも絶対すごいよね、こうなんね、うん、そうね。なんだけど、はい、1995年に PHS サービスが開始されて、うん、次第にポケベルが衰退していくと。おで、PHS っていうのは、携帯電話が自動車電話から発展したのに対して、うん、PHS は一般家庭電話機の本体から受話器をコードレスにしたコードレス電話から発展したものです。あ、だから発展の仕組みとか歴史が違うんだね。むしろ俺携帯電話が電話を持ち運べるようにしたんだと思ってたけど、どういうこと？携帯電話は自動車電話から発展したんだ。自動車にも電話が積まれてた時代がまずあるんだろうな。なるほど。自動、あ、でその機能を進化させたのが携帯電話だけど、だから 先祖が違う。先祖はじゃあ車なんだ。なるほど、うん、車をちっちゃくしてったらこうなりました。こうなりました、車に積んでた通話機能が、はい、俺たちの知ってる携帯電話だがになってて、うん、家にある電話、家電の子機の進化したのは PHS なの。へえ、面白すごっ。そっからなんだ。そのさ、生物 その進化論的な生物分類学的な話で言うと、その我々が今持ってる携帯は家の家電よりも自動車に近い。近いの。そういうことになる。DNA 的には家電の親も自動車電話の親も電話だろうけど、ね、いずれはね、いずれはね いずれは行くけど、分岐してるのが分岐して先の先はね。じゃあ車なの。それは意外ですね。へえ。当時はこれはピッチと呼ばれて流行っていたんですけども、うん、加入者は1998年の700万人弱をピークに減少していき、うん、携帯電話との競争にすぐに負けてしまいました。家電もあるんだね。あ、だから車に負けたんですね、家電の子機は、うん。はい、PHS は携帯電話の電波が入りにくい地下などで使えて、うん、災害時にも通じることが多いなどメリットもあった。なるほど、うん、まあね、ちょっと医療分野で使われているようなイメージはね、はい、ありますよね、うんうんうん。はい、まあ、なんか最近は結構切り替えられつつあるそうなんですけども、うん、うんうん、まあそういうメリットもあると。なるほど、うん。そしてここからはその PHS に勝利した携帯電話の歴史。お、勝利、うん、自動車、うんうん、先ほど説明したように自動車電話から発展したと。おお、自動車電話のサービスは実はこれは1979年にスタートしておって、そしてこう携帯電話化するんですよ、ついに。なんと1985年には肩にかけて持ち運べるショルダーホンとなるんですが、これは3キロ。3キロ、重い。3キロ重いね。しもしもですよね。しもしも、しもしものやつ。そう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 。3キロって、うん、ノートパソコンって1キロですよ。やばい、なんで3台も持ち運ぶ。そうだよね、500ミリペットボトルでさ重いなとか言ってるけど、うん、それ6本分でしょ。そう、なかなかだね。2リットルのペットボトルに加えて1リットルも持ってる、うん、夏の部活だね。、うん、そんなに持ってたらすごいよ。それだけ我慢して運ぶと電話ができる。電話ができる。まあ欲しいか、欲しいのか、うん。そして1987年、
NTT が携帯電話サービスを開始しますが、うん、この時で重さが1キロを切る程度。あ、でも軽くなってる。軽くはなってる、うん、まあ、まだ重いけどパソコンぐらいになってる、うんうん、まあまあ持ってくかみたいな感じだね、うんうん、しかしそこから急激な進化を遂げます。1991年にアナログムーバというモデルが発売され、ムーバ、はい、これは一気に230g になります。頑張ってる。一気に来たね。頑張ったね。めっちゃ頑張った。一気に来たね。 230g か、すごい。え、これはどう、これは軽いね、うん、どれぐらい。 230g だからペットボトルを半分飲んだ、飲んだぐらいか、うん、かなり軽い。すごいすごいすごい、うん、スマホぐらいじゃない。もうちょっと、スマホよりもうちょっと重いか。確かに今の、うん、今時のスマホでこれより重いやつはあると思うね、うん、デカめのスマホだと。すごい、 230g。 これは一気に進化しました。急激ですね、うんうんうん、すごい。進化というよりはもう変態と言った方がいい。昆虫とかね、昆虫とかのね、うん、はい。で、重さの進化もすごいんですが、うん、90年代後半にスタートしたショートメールサービスや電子メールサービスもユーザーの利用方法を、まあ、大きく変えましたよ。あ、そっかそっか。だから電話機にメール機能がついたから、うん、まあなるほどね。だからそういう意味ではポケベルとはまた違う進化の仕方。そうね、うんうん、でもショートメールサービスってさ、うん、当時の方が使ってなかった。どういうこと？ショートメールサービスってさ、うん、その10年前とかよ、当時って、ごめん、うん、我々が携帯を買い始めた時って、はい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 、ショートメールって使わないね。ね、なんかあるけど、あるけど電話でいいしメールでいいし、そう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 、ってなってたのにさ、今めっちゃ使うことない。今めっちゃ SMS さ、暗号なんか来るよね、うんうんうん、会社からのクレカの入力するときに数字入れてくださいみたいな、うんうん、なんか新しいね、ウェブサイトに会員登録とかしたらさ、うん、結構ね、うん、送られてくるから、なんかぶり返してる感じ。再流行、再流行 SMS、うん、はい。そして1999年 NTT ドコモによる携帯電話対応のインターネット接続サービス i モードがスタートしますと。これでやっとインターネットにつながるんだ。すごい、これはでも本当にすごいよ、うん、そう。だからいわゆるウェブサイトに、うん、だし分かんない言葉があったら検索したら、うん、サイトに行けるとかね。あとなんか番組公式ホームページをご覧くださいとか言って、実際にそのスマホというか携帯か、うん、携帯でアクセスして、うん、なんだろう、キャンペーンに応募とかもできるようになったのがこの頃ですね。これすごい発明だよね、うん、本当に、うん、さあ翌年の2000年には当時の J-PHONE が携帯電話に撮った写真を送信できる機能をつけたカメラ付きの携帯電話を発売します。でもすごい、だってさ、もうネットとカメラが、うん、もう今の主な用途ですよ、うん、そう、通話機能とか、うん、まあ、メール、うん、SMS より、うん、電話ショートメールよりよっぽど、うん、ネットとカメラです、うん、ほぼ ないです、そんなものは、うんうん、これはこの頃にやっとできた、やっとできた、うん、わずか23年前。うん、ああ、そしてこれ以降着歌、うんうん、お財布携帯、うん、携帯電話の多機能化が目立ち、スマートフォンへと移り変わっていくと。なるほど。ねおちゃん着歌わかる？着歌？着歌は入ってるやつですか、もともと。あ、うん、うん、うん、違うかな。取ったな、着歌、着歌で、うん、うん、わかんないから、もともと入ってるのが普通の着信音なんでね、はいはい、うん、だから、あー、なるほど。買った時はピリリリリリかブーかとか、そういうのが、うん、はいはいはい、近く選択肢がない中で、うんうんうん、着歌だとその自分の好きな歌手の曲を着信音に設定できるじゃん。そう、天才じゃんって。やってたかも、うん、ダウンロードして、あ、やってた。もうなんなら今これ着歌なんか絶対できるけど、やってる人いないね。確かに、いない。これできるよな、こんな。できないのかな。確かに、確かに 今やってない。超高音質でさ、確かに着信音さ、曲できるよね、これ。できますね、確かに。うわ、でもなんか謎の普通にピロピロピロみたいな着信音やってる人が多いね。まあまあ、いるんだろうけど、それもやっぱ10年前の方がよっぽど、なんか、でれれれ、ああごめん電話かけてきたわってやってる人多い。やってる人多い。今の方が、うん、ね、マナーモードとか多い。なんか吉本新喜劇でさ、うん、なんかマイケル・ジャクソンの曲が流れてきて、はいはいは
もしもしって出て、うんうんうん、いや着メロかいみたいな、うんうんうん、あるやん。あるね。通じない確かに。あへ電話マイケル・ジャクソンならないもんな。ならない。ちょっと着歌重要じゃね。ちょっと重要な。もう次着歌の回ですね。ということで、はい、結構いろいろありましたが、はい、ついにスマートフォンへとまあ来たと。来たと。なるほど。で、ポケベル、そして PHS 携帯電話と歴史をなら、学んでいきました、はい、なかなか多岐にわたる内容で、面白かったですね。面白い。面白い。こういう順番で発明されたんだ、ね、そうだよ、ね、親が違う。うん、これはなかなか歴史にヒントを見つかったんじゃないですか。うん、すごかったですね。どうしよう。見つかりすぎてね。うん、そうなんですよ。見つかりすぎてどれをね、発表濃すぎて。はい。よし。OK。決めました。はい、では行きます。今回の歴史から見つけたヒントは、着信ベル機能だけを使ってみよう。ベル機能、あのポケベルの初期の原初のポケベルだ。フードコート、そうそうそう。今ちょっとあの採用はできないですけど、うん、なんか電話ワン切りとかしてみて、それでどこに行くかちょっとそわそわワクワクするみたいな。ちょっとやりたい。連絡分かっちゃうから、ね、だからこうかけ直させるっていうことで、はいはい、分かる。このかけてプル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 、そのままピッ通話はそんなことはできないって、はい、万切りですから、ね、ブルブルビッ、あ、連絡来てる。なんだろう。なんだろう。かけ直しって。ちょっとやりたい。かけ直しもありだね。あ、それはだってそのまあなかなか公衆電話って見つけるのも最近だと難しい。公衆電話ボックス行っていいですよ。公衆電話ボックスには行くことにしよう。どう。あ、いいいいいい。やりたいやりたい。やりたいやりたい。あ、来てる。電話ボックス行ってスマホでかける。何言って。電話じゃなくてね。それやりましょう。ちょっと誰か本当にそれが歴史から見つけたヒントなのかという。いや、私知らなかったです、この歴史は。逆に機能の歴史は。それと今使おうということは全然違う話だよ。何か発見があるかもしれないなと思ったので、ワクワク感があるかも。そう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 、ドキドキワクワクを忘れないでという意味です。はい、ということで歴史にヒントありでした。ここでプレゼントが当たる問題です。はい、ネオちゃんが歴史から見つけたヒントは何でしょう。聞き取れたでしょうか。このクイズの答えが分かった方には抽選で素敵なプレゼントが当たります。スカイの公式インスタグラムからご応募ください。スカイの公式インスタグラムの URL は動画の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでください。うん、たくさんのご応募お待ちしております。動画へのご評価、応援、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、スカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部でした。またね。